家の中にカブトムシがいます。ジャンクの海からこんにちは。DIY VTuber の東雲はつりです。前回、民家に引っ越してきたはつりですが、7人の先住民と同居することに。ただね、この家の世話をしていた人が、物を取りに来たらしくて、ある日家に帰ってきたら、ちょっとだけ片付けられてました。空き置きがありました。なになに？必要なものは取りました。あとは売り主さんとご相談ください。物置のゴミは5日頃取りに来ます。あ、家がなくなってます。じゃあこっちも？あ、あるー。こっちもある。本人はこの先も残留みたいですね。よろしく。仏壇、なんか寂しくなりましたよね。祭りは特に信仰はないんですけど、仏壇、もったいないから、宝物置にしようかな。ちょうど、シャーマンキングのフィギュアを買っていたので、それでね、行こうと思います。あとは、OK Google、今日の天気は？今日のつくばは予想最高気温29度、最低気温19度で晴れ時々雨でしょサイバー仏壇う。現に在気温なりま29し度、た。晴れこです。れでね、信託を受けることができます。前回の動画では、洗濯機に洗濯物が入りっぱなしやったんですけど、見てください。ちょっとだけ掃除されてて、綺麗になってました。でも、ちょっとあんまり使う気にならないですよね。そこでなんですけど、見てください。ハツリが追放された時に着てたパーカー、なんかめちゃくちゃ白くなっちゃったんですよね。ほら、黒い部分から見たらめっちゃ白いですよ。これをね、洗濯するだけで黒に戻せるシートがあるらしいんですよ。洗濯機を掃除してみて、これが使い物になるか実験してみようかなって思います。まずは洗濯機自体の総洗いをし、あれ？水が出ないですね。蛇口修理しないといけないっぽいです。補修パーツ。組み直して。完成。やったー。治りました。そして、洗濯槽洗いクリーナー。12時間つけましたけど、洗濯機も意外と綺麗ですね。洗濯機が直ったので、近いパーカーを復活させたいと思います。水回りついでにお風呂も直していこうかな。あれ？あの換気扇。これ、やっぱり、外から丸見えですよ。虫が入ってこないように、網張りますか。よし。次はこの、排水口。水原が、朽ち果ててますよ。これ、塩ビ管が直接、上まで来てますよね。本当はね、本来こういう排水トラップが埋まってるんですけど、上までそのまま塩ビ管が来ちゃってます。排水トラップ、欲しいですよね。排水トラップがないと、虫とか匂いが上がってくるんですよね。排水トラップがあると、風水って言って、返しに水が溜まって、虫と匂いが下水から入ってこれなくなります。このお風呂場も、そのうち作り直そうとは思ってるんですけど、直近はとりあえず使えるようにしたいんですよね。屋根裏とか上がってドロドロになったら、とりあえず家で埃は落とさないといけないじゃないですか。なので、この塩ビ管の中にね、
内蔵できる配送トラックを作ろうと思います。じゃーん。これはね、洗濯機用の排水トラップです。これは脱衣所とかの床につけるやつなんですけど、65ミリの塩ビ管に収まる大きさの排水トラップがついてます。ただお風呂で使うには、床から見えるようにできてる化粧の部分が邪魔なので、切除したいと思います。じゃーん。マルチツールを買いました。メーカーは、ヨイバイ。博多弁。ワンタッチでブレードが変えられるので、結構よくできてます。じゃあ、削っていきますか。剥がすぞ。あれ？マルチツールの振動で、なんか普通に取れましたね。さっき、友人機も新しく買い直しました。ほら、それするぞ。パイプの中に収まるように、もうちょっとだけ加工をして、うんうん、いい感じになりましたね。はめに行きます。いやー、ちょっと当てが外れましたね。外径73ミリで内径65ミリの筒が売ってなくて、作るしかなさそうです。3D プリンターあればな、一瞬で作れるんですけどね。追放された家には何でもあったんで、最近はこんなことばっかりです。お友達と遊んでる時も、あれあればなーって話をするたびに、最近は劇場版ドラえもんやんって言われてますね。ポケットが便利すぎて話が盛り上がらないので、映画だとポケットがナーフされるやつ。今回も劇場版ドラえもんです。まあでもね、3D プリントっていうのは、法のありようみたいなところがありますからね。完成のね、イメージさえあれば、3D プリンターは、手段に過ぎないってことです。このコップでいきましょう。あーっと削って、完成です。トラップがぴったりはまります。そして、排水口にもぴったり。はい、目皿も、すらもぴったりですね。排水トラップに封水するには、水出してあげないといけないんですけど、まあ、ここも壊れてますよね。蛇口も直していきます。全部外して、補修パーツ。こんなにいっぱい蛇口直すの初めてです。ハンドルを戻して。じゃーん。新しいシャワーヘッド。シャワーが、完成。自在蛇口。ナットを閉めたら、ハンドルよし。じゃーん。新しいゴム栓。ここもね、蒸し上がってきますからね。完成。あれ？あれ？水出ませんね。なんでやろ。外を見に行くと、石油給湯器に行く管があって、逆に戻っている管が、風呂の給水管みたいです。キッチンもトイレも洗面所も床下にあるっぽいのに、お風呂の給水管だけ、こんなとこにあるんですね。邪魔なので、石油給湯器を捨てて、新しい配管を作っていきます。上水道やったら、給水管の工事には資格が必要なんですけど、この家は井戸水なので、せっかくなので自分で作ります。わざとちょっと長めに出しといて、もうちょっと長めに出てる管は、後で切って給湯器に接続できるように余らせてあります。わー。長かった。これで出るかな？やったー！こっち側も流れました。
シャワーも出た。これでね、やっとお風呂場を掃除することができそうです。見てください、キッチンの床にカブトムシがいます。なんでね、カブトムシが床にいるのかっていうと、この換気扇ですよ。外から丸見えです。換気扇に紙を貼っていきます。チョキチョキチョキっとビスで留めてシールします。はい、これでね、キッチンにカブトムシは来なくなるはずです。今回最後にこの家で来客をもてなすためにバーベキュー場を作ります。 U 字工と足場板で常設バーベキュー場の完成です。網はね、こうやって曲げて使います。横が空いてるのでかなり使いやすいです。じゃあいただきますか。レモン、レモン、牛タン、うまっ。いやー、今回はハードでしたね。いかがだったでしょうか。今回は水道を直したり穴を塞いだりバーベキュー場を作りました。面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、Xでシェアしたり YouTube コメントをいただけると励みになります。次回から部屋をちょっとずつリフォームするかもしれないし、ないかもしれません。また見てね。バイバーイ。